おはようございます時刻は8時45分です9月30日になりました9月も今日で最後ですねえ値、ー、上がりの秋でございますよ明日10月1日になりますと、まあ、ビールをはじめいろんなものの値段が上がります すローも100円でなくなるんですよね、えーえー、天後のあたりにあるんで、今日値上げ前に行ってこようかなというふうに思ったりしておりますが、コモさんは朝から牛丼を食べてまいりました、朝牛セットというので、牛丼の小さい方のやつと、えー、味噌汁と、そしてまあ一品つきますんで、えー、おしんこを選んで食べてきたんですが、481円ですね。えー でまあ、みんな、機嫌を食べとったんですが奥の方でなんかちょっとや騒がしいおっさんが入ってきたなと思って、えー、あんまり視線合わさんとこうと思って見ておりますと店員さんがちょっとあたふたしてはりました大きい声のやつでねどういうことなんなんとかなんとかって言うて。 ええ、酔っ払ってんのかなと思いましたら、まあ、お店の人が「はいわかりました」言うて持っていったら「こんなん頼んでんやないか、まあ、俺がそんなこと言うか」言うてですね「ねえこんなもんここ,ここまで食えるはずないか」見たらヤクザでしたわ、ええまあ、ヤクザ言うてもねええまあおっさんですもう十分おっさんでしたけどうんまあ、まあ、まあこの辺にいるんで <laughs> まあもう食べたらどっか行ってはるとは思いますけれど。 あれねもう泊まり勤務で朝までやってはった店員さん2人ね、まあ、吉野家はワンオペではありませんので、えー、2人ですけれどもそれでもねもうそろそろ勤務終わりやないう時に。 客商売ですからいろんな人は来るでしょうけれどもねあんなん僕ら客として行ってても不快なわけでありますけれどももうねああすいません消しときます言うてなんか消してましたわうん多分セットについているおしんこともう一個おしんこを頼んでてそのことをちゃんと理解してへんかったヤクザがああわわ言うとったんですなほんまにご愁傷様でございます。 朝から機嫌よう行きたいんですがね今日もいろんなニュースがございます愚痴も言うかもしれませんどうぞ最後までお付き合いくださいませ長官チェックスタートでーす改めましておはようございますようこそ天神橋筋商店街天禄天子森スタジオへ 9月30日の今日は金曜日でございます。さん小森のりでございます、まあ、考えてみますと去年の10月1日に金曜日朝からてんこ盛りが13年半最終回を迎えました、えー、それから、まあ、曜日でいうとちょうどぐるっと一周した感じになりますかね、えーえー、明日が10月1日ですので、まあ、丸1年。 365回目の朝刊チェックということになりまして10月2日からは2年目に入りますでたびたびお話をしておりますが10月2日は午前11時から、えー、午後の4時までこのてんこ盛りスタジオのお隣北側にございます大阪市立住まい情報センター、えー、上の方には暮らしの根若館というのも入っておりますけれど こちらのです、ね、研修室を1、2と2つ開けまして、えー、借りました、はい、あの下のホールはちょっといっぱいあったんで、えーまあ、そこは300人ぐらい入れるんですけど、まあ、300人のところを取っても、ね、5人ぐらいしか来えへんかったら寂しいなと思ったんで、この研修室は1、2を合わせますと、椅子だけやったら、5、60人入れるかなということですので。 別にチケットを発行しているわけでも予約受け付けているわけでもありませんのでどなたが何人ぐらい来てくださるのか分かりませんけれど、えー、11時から4時までやることになっております大まかな予定ですが、えー、朝、まあ、部屋借りてる時間で朝刊チェックも,もう向こうでやろうかなと思ってますんでちょっと遅い時間ですけど11時から朝刊チェックを始めるのに合わせて、まあ、部屋行って準備して 1> で1時間余りですねはい長官チェックをやりますであのどうぞあの皆さん出たり入ったりはしてくださいはいでそれをあと今回ですねもう10社以上の協賛のところからですねいろいろと視聴者プレゼントを頂戴しておりまして、まあ、皆さんに声かけられてるわけじゃないんでああうち声かかってへんなーってすんませんもしそういうとこあったらごめんなさいなんですけど えお願いできるところにはメールなんかでいろいろ電話とか直接お会いしてですね、えー、プレゼントをいただいております、えー、これを2回に分けて12時台とそして午後3時台この2回に分けて こんな関係のあるところからこんなプレゼントをもらっておりますのでどうぞご応募くださいとネットであの応募していただけるようにうちのネットショップの方でそれぞれの商品を0円にいたしましてで抽選をしようということでございます。 でまあ、この1年いいいろろとございました、まあ、考えてみたら最初はこんな、ねえー、サイコロで日付もなかったわけですしちょちんを前に置くなんていう,ようなこともなかったですし、えー、旅行も、ね、こんなにあの、うん、盛大にできるなんて思ってはいませんでしたこの1年をいろいろと過去の動画を振り返りながらですね見ていただきながら振り返るような時間と。 そして午後2時からは毎日新聞の松井さんそろそろ松井さんの声聞きたいわという声もございましてですね、えー、毎月1回やっていたんですけれども、えー、ちょっとあのそのそ集金システムというか、えー、それがちょっと YouTube の規約上の問題があったりとかいたしましてちょっと最近できてなかったんですね、えー、まあまあ無料で今回は見ていただきまして、まあ、スパチャとかまあいろんな形でのまあご支援はいただき きたいたなと思っておりますが、午後2時から松井さんとのほろ酔わないニュース解説をしようと思っております。 そしてまあ3時過ぎからはあまた第2弾でございますね、プレゼント、視聴者プレゼント、もう本当にジャパネット高田のスペシャルデーはあれは売るもんですけれども、もう売りません、もう、はいただです、ただで皆さんに抽選で当てていただこうというスペシャルデーにしようと思っております、夕方、まあたい4時頃まで、部屋借りてるのが5時までですので、えー、そのぐらいまでやろうかなと思っております。 えー、ひょっとすると飛び入りのゲストもあったりとかするかもしれないのでどうぞ楽しみにお越しくださいませ10月の2日日曜日午前11時から午後4時までお待ちしておりますでは今日も朝刊チェック参りましょう朝日新聞を買ってまいりましたヘッドラインです 支持率低下にあえぐ岸田総理大臣は明日からの物価上昇を前に電気料金値上げに備えて負担を減らすための新しい制度を考えていると明らかにし税金を使って支持率上昇を図ろうとしています電気代はこのあと34割は上がるものとみられていますが、えー、1割分を政府が負担するとしても 1> 1兆 4, 億円かかるとということですセクハラを報じられても、統一教会との関係を報じられてもびくともしなかった細田博之衆議院議長は、ようやく統一教会との接点と称してこれを認めました、まあ、関係ではないという意味で接点なんでしょうが。 正体があったので出席しただけだと書面を出すだけで人事のような姿勢は変わっていません安倍元総理の国葬で友人代表菅前総理の追悼の辞に電通が入っているとモーニングショーで語ったテレビ朝日の玉川徹氏が間違いを認め謝罪しました間違っていたら訂正謝罪するのは当然だとして 放送後、電通側からテレビ朝日にどんな抗議が来て、営業や役員がどれだけあたふたしたのか、目に浮かぶようです。国葬に参列しなかった自民党の村上誠一郎議員が、安倍氏は国賊だと発言したことについて、安倍派は処分を求めました。 ところで、未成年の女子大生に酒を飲ませパパ活をしたと報じられ、離党だけで済まそうとしている自民党だった吉川議員が、辞職するどころか、1人会派を立ち上げ、ボーナスだけじゃなく、月額65万円の領収書のいらない税金をもらうかもしれないことが分かりました。また日本維新のの会では富山県選出の吉田豊文議員が 今年7月の参議院選挙で候補者に1000万円持ってこいと要求したとして離党勧告が出されました本人は異議を申し立てるということですがやはり維新なるものの正体は金なんでしょうか女性自衛官へのからかいを完全に超えたセクハラを五ノ井里奈さんが訴えていた問題で 防衛省はこれまでのように自衛隊を守りきれなくなったとしてセクハラを認め五ノ井さんに謝罪しました五ノ井さんは遅すぎることとセクハラをやった張本人たちが謝っていないことを許していないですはま寿司からかっぱ寿司へ移って社長となった田辺社長らが はま寿司から営業秘密を持ち出したとして逮捕され、法人としてのカッパクリエイトも書類送検される方針であることが分かりました日中国交正常化から50年、国民の間に祝賀ムードはありませんが、両国で記念式典が行われました。岸田総理、習近平国家主席はは両首脳はメッセージを交換しましまたが 中国ではこのメッセージは紹介されませんでした以上9月30日ニュース天子森長官チェックヘッドラインでした時刻は8時56分になっていますコマーシャル さて、えー、今日朝日新聞を買ってきております、電気代負担減へ新制度という見出しでございます、岸田総理大臣。まあ、もう明日から物の値段が上がるっていうのは今日朝日新聞も2面にあれがこんだけ上がる、これがあんだけ上がるというふうに書いてあります。そのの前ににとといううことなんでしょう今後見込まれる電気料金の値上げに備えて えー、激変緩和をを目的ととしした新たた新な制度を作ると発表いたしました、まあ,あの電気代の上がったことだけではないですが住民税を払っていない所得の低い人たちに対する5万円の給付というのが既に発表されておりますけれどもまあそ,うやそ,うや、まあ、それでも、えー、みんなに配るのにもなかなりの金額がかかるわけですが、えー、今回の場合は その電気料金が値上がりします、もう今もうすでに上がっているところもあると思いますが、このあと来年の春ぐらいには3割、4割当たり前というぐらい値段が上がるようでありますので、それを政府がどうサポートするのかというのは多分、分まあ複雑でもないでしょうけどあの、制度をきっちりと作らなきませんので。えー 10月に、ま、中にまとめる総合経済対策の柱に据え臨時国会への提出を目指す考えであると臨時国会ですからこの年末までに決めてしまいましょうということですねえ前例のない思い切った対策を講じますとまあまあ言ってるわけでありますが、まあ、こういう形容詞は政治家のはもう割り引いて聞かへんかったら飽きませんえー、でただ まあ、そ困,る困るんですよ困りますし、まあ、まず基本料金が上がってしまったら、えー、節電したからといってどうしようもないんですけど、まあ、まあそれで言うと、まあ、その電力の需要の逼迫ということも含めて考えると、えー、使わないというのが一番ですよね。かといって、まあ、あの電気の 契約をしないっていうのはまあまあそら焚き火だけで暮らすような人は別としてですねまあ,まあ考えられへんわけでまあ少なくともこの YouTube をご覧になってるという方はあ電気を使わへんかったらあかんわけですからえ契約をしないというオプションはないでしょうけれどま,あまず電気料金を下げるためには電力の使用量を減らそうとしかしまあそれだけではもうおつかないぐらいの電気料金の値上げに なりますとということですねで、えー、あと会社です、まあ、その個人のところで5,000円の電気料金が1万円なんのも困りますけれど、えー、会社で特にまあ電気をよく使わないと生産とかができないっていうようなところにとってはですねかなりの金額の電気を使っておりますから。はい えー、それが3割、4割上がるっていうことになりますと、そのまあ、会社によってはもう億単位の負担増という,うなことになりますからねその、うん、ここの過程ということだけではなくということなんでしょう、まあ、だからまあこういうことが必要なのは分かりますよ、うん、それは分かります、はいえー。9時になっています、えー、9時クイズ、今日も正解は1番かと思われます。 ままあ、まあそれはわかるんですけどただ今,今の2021年度の国内の電力販売額というのがありまして、えー、これが14兆円なんだそうです。はい、関西電力やら東京電力やら、ね、そういったところ、まあ、新電力もあります電気を売ってはる会社の,その電力部門の売り上げの合計が14兆円。でこれがまあ 3割4割上がる2割3割上がるねってなった時にですねうん、まあ、その分上がるわけですが1割分、まあ、ガソリンの価格高騰もそうですがこんだけっていうね、えー、リミットがありますやんか1割分 1, 1割分下がってもまあありがたいっちゃありがたいですけど電気代が上がることには間違いないんですが。 それだけでだから14兆円の1割分を政府が出そうと思ったら1兆4千億円出さへんかったらあかんということです。で、まあ、まあコロナの時にも使われるその出口戦略というやつですね、まあ、もちろんそ原油価格などエネルギー価格が下がれば国際的なその緊張が落ち着いてきてっていうことになりゃまあそうですけれどでもまあどのタイミングでどうするのかっていううんずっと 1> ずっと1兆4兆四千億あるいは2兆8千億、そ億、防衛費がね、5兆からどうするのかってう言われてるぐらいの長単位のお金ですから、まあ、どうしますのんということですよね、うん、ただ、まあ、岸田さんとしては、えー、このぐらいのことせえへんかまあこのぐらいのことしたからって言って、えー、支持率がアップするとも思えないんですけれども、まあ、ちょっとでも、ちょっとでも上げたいと。 うんまあまあ、ずっと言ってますがあの、まあ、この間国葬の時に国会の周りに集まった人そのいわゆる左翼の,もう <laughs> あの、まあ、保守の岩盤層じゃないですがあー左翼の岩盤層の人らが集まって、えー、キンキン声でやるのは、まあ、僕は、まあ、そこへは行く気はないんですけど、まあ、物価高もうこんだけ来ますともうそんなんではない <laughs>。 ないレベルでほんまに国会囲むぐらいのことせえへんかったらあかんにやろなと、まあ、選挙がないという以上ね、うん、時刻は9時3分ですで値段は上がりますよはい、えー、高評価も皆さん <laughs> 上げてください現在200人ほどの方が生配信ご覧でございまして高評価は65しかございませんのでどんどんお願いしますうん きゅうり58円、うん高いな、えー、おととい、愛知県内のスーパーで20代の女性が迷っていました、安いときは1本30円台と取ったのがきゅうりが58円あ、スーパーのついてるポイントを確かめてあこれは買えるかな、うんえー、女性は福祉関係のパートで暮らしてはりまして月収が15万円前後、家賃が5万円以上。 携帯もかかります、全金もかかります、残りはわずか、うん、どうしましょう、ね、冷蔵庫はすっからかんですと、水がかは買わずに水道水を口にする、まあ、それはそれでいいと思います。はい、食費を切り詰め、1日1食、スナック菓子だけでやり過ごした日もあるという、それはいかんですよ。うん、10月から チーズ値上げ、マヨネーズ値上げ、ビール系飲料値上げ、回転寿司値上げ、はい、110円の皿を取りやめまして、寿司ローは120円、蔵寿司115円になります。特進部のお店ではもっと上がって150円になるんですかね。えー、などなど、はいまあ、最低賃金の引き上げとかもありますけど、結局まあ、 そちらの方は103万円とか130万円の壁の問題で最低賃金が上がったからといってそのパーセンテージ手取りが増えるわけではないということは皆さんもご承知のことかと思います。えー、75歳以上の窓口負担医療負担ですね患者負担が倍になりますこれ1割を2割という言い方にしているのは、まあ、確かにそうなんですが、えー、負担でいうと倍になりますということですね。 はい、紹介状を持たずに大病院を受診したときの定額負担所診が5000円から7000円以上に上がりますと、まあ、こんなことも明日からだそうでございますんでき、まあ、今日のうちにできることは今日のうちにしておきましょうということですね。9時5分さて細田衆議院議院長とと統一協会との関係セット なんていう言葉をま使ってるからそのまま垂れ流しにしているんでしょうけれどうー関係ですよまあズブズブの関係があったというふうにこれまでバレてきているんですが言うてきませんでしたなんやかんや言うてはぐらがしてきていましたさあ言うたってまあ三県の長である衆議院議長ですからまねセクハラ発言もいろいろあったりまそれをね周り 朝日新聞をはじめ各社、新聞社放送局もですね、細田さんの担当としたらまあ細田さんから見たら若いお姉ちゃんをつけているということですからえ浜村さんにありがとう娘やギャルがついているのとはまたまあ本質的に一緒かもしれませんがままた違いますわね。まあまあ情報を取ろうとしてお姉ちゃん記者をまあ細田さんからしたらですよ、え。ー えー、お姉ちゃんらをはべらかしていた人でございますは、まあ、そんな人たちも知らなかったんですかね統一教会との関係についてでまあ統一教会と自民党の、まあ、自民党では今ないんですけどねその議長ですから党籍を離れているわけですけど自民党でも役員をしてきたわけでありまして。 それが国葬の前にまた出てしまうとというのでとりあえずだってって言われたんですかね黙っておきましょうという判断で国葬が終わってからペライチ出しましたはい書面を出しただけです A4 の紙1枚衆議院議員細田博之、はい、議長ではなく一議員として配布していることそして まあ普段こういうの出しますと問い合わせ先がどこですっていうことが書かれています。まあ、それはあの事務所の電話番号もそファックスもわかるでしょうけれど、そういったものも一切ない不親切なものです。2018年19年に統一協会の友好団体の会合に合わせて4件出席したこと。また選挙の時に関係団体から支持するという意向があったのは、 事実だなど20行一つ一つの会合などについて細かい説明はなく細田議長本人が直接取材に応じることもありません、はいえー、会合の動画はもうすでにばれ、えー、てます反、はいえー、代表ですね反、えー、白者 あ市の講演前に登壇をいたしましてご正解誠におめでとうございますとまあ、まあ、まあこの程度のことはさらどっか行ったら言うでしょうが今日のこの盛り上がった回正解をそして会の内容を安倍総理に早速報告したいですというようなことを言っております、まあ、広告塔である安倍さんですからそこに対してこんなに盛り上がっておりましたよと、まあ、ズブズブの関係であるというふうに言わずしてこれを何というのでありましょうか。 これまで回答を差し控えるとしていましたが招待があったので出席して挨拶をしました、はい、招待したら来てくれはるんですね挨拶してくれはるんですねで安倍さんにもちゃんと、えー、報告してくれはるんですねへえ選挙において支持する意向があったことについて自主的に選挙運動をやっていただいたと自主的なもんであるとふーん。 で日韓トンネル構想、この研究会顧問やってますが、まあ、別に何もしてませんよとかっていうような、し、はいえー、白を切り通そうとしている、そんなお話でございます。まあ、こんな人を自民党が偉いさんとして立てまつってて、でまあ、自民党の,の、まあ、一つの既得権益として、えー、議長に祭り上げているっていうので。 そそれをそのままにしている、まあ、議長その立法府の長であるという立場はそれは分かりますそれを尊重しないといけないというのは分かりますけれどもそこにふさわしい人間なのかどうなのかそれを送り出している側としてきっちりと言うべきことを言っているのかというと、まあ、やっぱり統一教会とはズブズブの自民党だけに、えー、何も用意はへんねんなと。 このままで良しししととと、ようとしているんだなと、えー、できるだけ逃げていこうとしているんだなと山際大臣のようなこと萩生田政調会長のようなことあれがそのままになってるっていうこと、えー、まあ選挙制度までは今僕は言わないですけど、まあ、少なくともあかんやつの首切るぐらいのことは岸田さんしたらま貯、あ、めてるのかもしれませんね。 えー、電気代を補助するぐらいのことではあかんとなって今ぐずっと貯めといて貯めといて貯めといて統一協会との関係のあるやつを全部スパーンと泣いて馬職を切れば支持率が5%ぐらい上がるんじゃうかというふうに思ってるのかもしれないですけれどもね、えー、まああ 上から目線とかっていう言葉もありますがまさに三権の長として上から目線で接点だけありましたよというようなこのほんまに日本語を、まあ、安倍さんもそうでしたけれどどれだけ日本語っていうもの日本を守るとかね取り戻すとかって言ってる人たち、えーうん、この人らがどれだけ日本語をもてあそんでいるかっていうことを。 まあ、私も、ねえー、アナウンサーとしてナレーターとして言葉をなりわいにしているものとしましてはです、ね、まあ許せないなというふうに、まあ、私は思いますが皆さんはどうなんでしょうか自民党をめちゃくちゃ支持してはる方はいや細田先生がこのように A4 ペライチをペライチって言わないかあ出してくださったんだからお前らし文字も納得しろというふうに。 えー、強烈におっしゃるのでございましょうか私は、はい、そういようでございますかというつもりは全くございません。9時12分さてそのの安倍元総理の国葬はまあ,あ まあまあ無事終わりましたというのはその賛成反対は別としてテロなどはなく大きな混乱はない中しっかり警備されたんでしょうし行われましたやんか反対は多かったけれどもでまあ何か一言言いたくなるのはコモさんもそうですしテレビマンならみんなそうですわねまあ中にはもう「先生そうですね」いてて「へいこら」言うタイプの。 パーソナリティもどきの人もいますけれど、まあ、やっぱり、ね、世の中のことに何ぞ一言ちくりといつどのタイミングでどんなふうに言ったのかと虎視眈々と特に生放送タリーのツイッタースタジオに入りますと言いたくなるのが我々でございますのでこの辺りは一般の感覚とは違うでしょうが、えー、玉川さんコメンテーターとして「モーニングショー」に出演をしております今回は珍しくさっと謝りました。はい えー、電通があの菅さんの追悼文に絡んでいるからだと、えー、言ったらもう即即撤回しましたそんなことはありませんでしたと。はい 電通、まあ、というと、会社がどれだけ深く入り込んでて、どれだけ腐った会社かっていうのはああ、すみません、お世話にもなってますけれどもね、ええ、会社としておことを言っております、会社としてどんだけ腐ってるかっていうことについては、私は自信を持って言えます、はいえーでまあ、そう思ってる人も多いかと思いますが、今回のことについては絡んでませんと。はい えー、村山という日本テレビの子会社が運営をし、えー、司会はフジテレビがやるというですね挙、まあ、国一致の放送が行われ NHK は三時代関西地方では11.7%という高視聴率を記録いたしましたその国葬、えー、でいやだからなかなかそれは友人代表としてはいい いいい文章だったなととうことはありますよ、まあ、それと安倍さんの評価ということと安倍さんのやった悪いことというのとはまた別の話ですし、えー、もちろん、うん、暗殺されてしまったということへの弔意とか、えー、そういう犯罪行為に対する憤りとかっていうのは当然あってそれはまあそれぞれの部分なんですけどで岸田さんの演説に比べても追悼文に比べてもですねそれはいい ものだったでしょうスピーチライターもいるでしょうスピーチライターがいるとしてそのことは全然悪くも何ともありませんし私自身が、えーはい、顧問先の、えー、スピーチライティングをしておりますのでね小茂、はい、さんに任せてください、えー、短い言葉でですね何を言わなければならないのかその,時のその時にどう言ったらいいのかということは数多くの実績を誇ります。 アンテリジャンのコモン、はいえー、契約をしていただいている会社もございます。任してください,、はい。で、それはいいんですよ。まあそこにまあ電通が絡んでたって言ったら絡んでへんかったっていうことで、まあ、まあ、つい言っちゃったんでしょうね、その、うん何も根拠もないけども。 だからさっき言ったように僕は電通会社がまあひどい会社であるというのは知ってますいや頑張ってるところもあるのは知ってますしひどいところもあるのは知ってますから、まあ、そこのひどいところはひどいところやなって言っているだけの話なんですけど、まあ、それと、えー、国葬の、うん、菅さんのことをつい、つい証拠もないのに言ってしまったあるいは何か誰かが言ったことがあるのかもしれないです。あの私の知ってる範囲でも放送でもも放送 大トラブルになったこことと先輩たたちのやっっいくつか知っておりますで、それは原因をまあそこまで言いませんが放送局がただただ謝ってすいませんって言うしかないですけれど、えー、出演者の大いなる勘違いであったりうーその始まる前に誰かが冗談で言ったこと、まあ、それ以来 冗談で誰かが言ったらそれは冗談ですよそれは放送で言ったらダメですよって先輩のあの人に確実に言っとかないと怖いっていうまあ皆さんの大好きな番組ですけれどもねはいえーっていうぐらいまあ,ありますわなんか誰かが冗談で言ったことをそのまま真に受けてやっちゃったっていうようなことっていうのはこれまでの私の知っている放送の歴史の中にもございますからね、ま。あ 何らかの要因で玉川さんは言っっちゃったわけですも、まあ、それを生で見ていたのかどうなのかまあもうすぐにこれね、えー、謝罪してそんなことはありませんでしたって頭を下げているところを考えると、まあ、言っちゃった本人もあ根拠もないのに言っちゃったなということを認めているんだろうけれどそれだけではないものが。 あるというここはもう週刊誌に頑張っていただきたいところで読み物として私はもうそれならばあその記事330円で1記事買ってもいいなと思うんですけれど、えー、おそらく電通の上の方の人が、まあ、下の方の人らは、まあ、そんなこともあるのかなと思ってあるかもしれないですけど上の方の人で激凛に触れた人がおそらくいるのでしょうねここはもう私のもう妄想でございますので、はい、おそらく。 電通の、まあ、本体なのか関連するところなのか今はやめてはる人なのか分からないですけれども多分もうもう,もう劣化のごとく起こったんでしょうねテレ朝の会長も連れてこいでも社長では話にならんぐらいの,の制作局長ごそんな下々のやつ出てきて何やーみたいなことがきっとあったんでしょうねでバーッと言ったんでしょうねそれはもうまあ早川さんとかそういうその 経営層へのルートでも行ったんでしょうしもう営業とかもう,まあもう,もういやねええあの「モーニングショー」についているどの,どの CM が電通の扱いなのかは知りませんがシェアから考えるとかなりの CM がそこから流れているはずですから担当を含めですねぐーっとこういったっていうことがなんか目に見えるようですねいや,いや違ったらごめんなさいこれはもうあくまで妄想ですからうーん。 そして、もうテレ朝の中はですね、その電話を受けたメールを受けた一担当からですね、それはもう課長から部長から局長からそらもう上,を上下への大騒ぎになってそらもう呼び出せ言うてえー玉川を呼んでこいみたいなことになるであろうというのがまあ一般論でございますね、放送局というところのね。ですわ これはねうんでまあまあとりあえず呼びも出されたんでしょうねまあそれは制作の上の方の人からなのか営業とかの人なのかあるいはもっと上からなのかまあとりあえずちょっと役員のフロアに行けって言われて日頃せえへんようなネクタイもしてですねまあ行きますわこれがねえ,え分かっとるだろうなとうん。 言われたのかそれともその激しい怒りをそのままそのままぶつけてきたテレんの女装部なのかその辺は分かりませんその辺はもう今駒さんが小説を書いておりますんでえー、あくまでフィクションでございますけれどもきっとガーンやられてでまあ玉川さんはそれはまあ自分で言ったこともすみませんっていうのはあるでしょうけどまあまあそんなにねえー えー、そんなにすみませんと思ってないと思いますね。えーまあ、やっちゃったということではいすいませんでしたとここはもう首相に頭を下げるしかございません。もう、えー、大きな声で怒られても左の耳から右の耳右の耳から左の耳に通り過ごしていくしかございませんのでね、えーえー、まあまあはいあのちゃんと謝りますって言って。 失礼しますと役員の大きな部屋を出て行ったのではないかというコモさんのフィクションでございますけどね。うん、ーいやー、きっとあったと思いますよ。うん、まあそれがそれが電通の力なんですよね。それがそれがオリンピックなんですね。それが大行なんですね。今日は朝日朝新聞代行にするからって言ってて言電通の中があ ザザメイそうです、ええまあ、あのサービス業って書か,書かずに朝日新聞はちょっと ECC に近い ECC とは書いてませんけど、ええ、と何ですかあー英会話大手とのスポンサー契約業務を担当したいという意向を大行から受け業務を取り仕切る電通に大行に回すと通告していたことが関係者への取材で分かったと。はい、高橋さん 高橋さんイコール電通ですからね電通の中で異論があったとしても大工に回すからはぁーっていう、えー、そういうことですねそして一歩近づきましたサービス業から大英会話大手,会会は,大手はいしかしまだ ECC とは書かないこれが不思議でございますねえー、うん、こんなん言うてたら長官チェックに、えー、絶対 ECC さんがあのー 地方の提供につきますって言うてくれませんよね。<laughs> あ,のあと、うん、プロ野球速報とかね、ECC 提供、プロ野球速報、はいえー、阪神は3位ですってね、ね、えー、広島が負けましたとかっていうやつですね、うん、絶対ついてもらわれへんでしょうね。<laughs> えーまあ、いいですとりあえず、まあ 誤っ,ったからって誤って済むもんでもないとも言えるかもしれませんがまあまあ間違ってたからすぐ謝るってそれはそれで大事なことなんで私もまあ間違ったことがあったらそれはすぐ訂正して謝る中んとこには謝るというのはまあ基本的な人としてのスタンスではございますけれどもおそらく電通の中もテレ朝の中も一時大騒ぎであっただろうなというフィクションを申し上げました。 9時23分こちらはノンンフィクション国葬に参列しませんでした自民党の村上誠一郎さんね、えー、安倍さんのやってきたことはあれやこれやもう国賊であるといろんなものを壊してきたんだというふうに言いましたいや自民党の中でもちろん一枚岩ではありたいけれどもいろんないろんな考えがある政策論争をする上ではそれは構わないけれども あまりにも自分のところの殺された親分のことをそんな国賊だなんて言われてこれは納得できませんと安倍派が自民党の本部に怒鳴り込んでいきました、はいえー、処分を申し入れたということですね、はい、朝日新聞4面です、えー、処分する方向で検討に入ったと書いてございます、うん 財政、金融、外交をボロボロにし官僚機構までを壊して統一教会に選挙まで手伝わせた私から言わせれば国賊だと述べまして、はいえーそうですね、野党よりも厳しく断罪をしていたわけであります大変な問題発言だ政策論争は大いにやっていいが国賊というのは全く違うというふうに安倍派の会長代理は言って おります党規委員会というのがありまして党の規律ですねえー、えー、ここで処分を検討厳正なる処分を求めるというふうに安倍派は決議をしておりますどちらが正しいのでありましょうか9時25分ところでこの人も自民党ですなあ離れましたけどね あのまあ、どこの政党でもそうですが離れたから離党したからと言ってええー、と思っているこの何、えー、ですか浅はかな政治家たちよといつも思うわけでありますが未成年の女の子を焼肉屋に連れて行きまして俺はもう未成年に興味があるんだよと言って、ね、で酒飲ましてホテルへ連れて行ってホテルの部屋を取って、えー、そこで、えー、女の子に押さえかかって。 これは報道をベースに話をしておりますがで、嫌ですと言われてじゃあ裸になれと言って胸を出させてで、その横で一人でしこしこしてはったというもう誠にいやそういう行為そのものは基本的に人に言ったり口にしたりしたら恥ずかしいもんですからまさに秘め事でありましてえあなたがどなたとどのような秘め事をされるのかされなかったのかそれはもう別に私 興味はございませんので私にものそういうことにも興味を持たないでいただきたいわけでございますけれども、えーまあ、しかしこれが国会議員という立場で未成年の子に酒飲ましてとかっていうことになりますとそれはまあ明るみに出てもそれはまあ仕方がないですわなとで、まあ、出たところでそれを否定もしたりとか逃げ回ったりしてで自民党はとっとと離党はしました岸田さんから期待してるでって言われて、まあ、そああ大たら期待してると言いますわな。 そら新入社員100人にとってお前らのうち半分はもうすぐ辞めてまうんやから期待なんかしてないぞっていう会社もどうかと思いますから君たちには期待してるよと社長は言うもんでございましてしかしまあ3年のうちに3割は大きな銀行でも辞めていきはるわけでありましてねまあそんな中で辞めていったというものとはまた全く違うですよね岸田さんからの電話に出ることもなく 行けシャーシャーと逃げ回ってたわけではありませんと堂々と国会に出てきた上にですね一人会派というのを作りましたいやこれはそのみんなで志を同じようにする人間が集まって会派を作って活動をする作った方がそれだけまあ多くの人の支持を票を得ているからということでまあそれなりの便宜が図ってもらえる場所をもらったりとかお金が出たり立法準備費ですかこれはえというのが出るのは。 国会の仕組みとして議会のの仕仕組組みみととししてて議は分かりますでこれを悪用しているんじゃないかという話ですよね。A、問題になってもボーナスはもらいます歳費ももらいます隠れてたわけではありませんと言って我々が聞きたいことについては一切答えないままそのままいる吉川パパ活議員ででですよ、うん、その一人会派を作ったらこれ毎月65万円ずつ。 その会派に領収書のいらん金が立法準備費として出るそうでございます。へえ、あそうですか、ただ、まだ国会がかろうじて、まあ、細田衆議院議長様のおかげではないですけれど、あの、 まだ、それはどうかっていうことらしいです、えー。継続協議の扱いとなっております。衆議院議員運営委員会でどうしますかと。月額65万円ですから、年間で780万円。使い道の公開をする必要もないお金。しかし、これが認められると、支払われなければならないということですね。まあししかし、まあ、後で 医師になるものもやっぱり金やと思いますが、まあ、地味になるものも金なのかねえねえ本当にうーんまあ厚かましい面の皮が厚いっていう言葉はありますけれどもどこまで面の皮が厚いのかということですよね、まあ、最初から狙ってたのか途中で誰かが入れ知恵して「おいいね!」って。 思思っって、うん、いいねね高評価、うん、思ったんでししょうか、ね、しかもそのの会会派には会派の名前があります、まあ NHK をぶっ壊すの党の名前もどうかとは思いますしごぼうの党もどうかとは思いますけれどもええまあそらまあ好きにやっていただいたらいいんですがこの吉川パパ活議員の立てようとしている一人会派の名前を発表いたします。 次代次の代を考える会はい、えー、思わずサービスでエコをかけてしまいました次代次の代を考える会という名前だそうでございます、えー、この記事を書いております週刊誌は時代もいいがまずは自身の身の振り方をも考えてほしいと書いてあるのはフラッシュでございますはい当然のことでございますな、うん 9時31分えー、また、日本維新の会でございますが富山県新選出の吉田豊文議員が今年七7月、参議院選挙で比例から投票あの立候補する人に対してで、ね、1000万円持ってこいと言ったという話で離党勧告が出されるということです。えー、上蛍候候補補という比例代表ですね公認候補で えー、支援にあたって現金を要求され支払えない場合は公認を辞退するよう求められたということです26日、登記委員会を日本維新の会は開きまして聞き取りや会話を録音したデータの確認などを行った結果吉田 議員が政治資金収支報告書に記載しない金額として1000万円を要求したというふうに党紀委員会が認定しておりますあまりにも不適切であると党の名誉を傷つけたということで離党勧告処分にすることを決めました本人からの異議申し立てを受け付けた上でえで、ー、離党しない場合は10日以内に離党しない場合は除名処分になるということです富山維新の会の代表を務めている人 だそうでええ、ね、金銭を要求する発言をしたことは事実であるとただ日本維新の会では選挙にあたって候補者本人が全て準備することを求めているのでお前それだけの覚悟があるかとその覚悟を問うために1000万円持ってこいと言ったようなことでただ完全に パワハラのような表現になってしまったと思っており、申し訳なかったと率直にお詫びしたいと述べていまして。え。まあだから本気で裏金を作って俺にくれっていう意味愛だったのか。まあ、彼が言うようにその気合を気合を金で示せって。こんなんもうあのー？ いじめる側がいじめっ子に無理難題ふっかけてるのとほぼ一緒でしょう、この間、いじめの問題の論文のお話し,しましたけどで無理難題ふっかけてで悩んで悩んでいじめられてる子がなんとかそれをしたらそんなもん、ふーんって鼻で笑うっていうそこで、えー、自尊心を傷つけ、えー、まさにまあ最後にはそこで命を絶つ人もいるというような構造が見て取れるもんですよね。 えー、まあ維新の、まあ、まあまあ維新だけではないのかもしれませんが、えー、そういう体育会系のとこっていうのはまあ僕もプンプン感じるところはありますよね。えー、それはまあ橋本さんの時もそうですし松井さんになってさらにそこに拍車がかかったような気がしますし、えーまあ、それを体育会系というと体育会の人に失礼ですかね。えー、あのちゃんと,ちゃんと体 ちゃんと体育会の体育会の人も中にはいらっしゃいますしいわゆるは悪いところの後で出てくる自衛隊のセクハラなんかも含めてそういう悪いことでも先輩が言ったら悪いことにはならないという自分が後輩の時にやられて嫌やったことは先輩になってからやり返せっていうそういう体育会系文化部にもあるのかもしれませんけれどそれをま,あまとめて体育会系という。 ところのの匂いが維新にあるのは確かですよ、ねうん、でまあこれも今回、えー、録音データが出てきてるということで、えーまあ、統一教会との関係を指摘される自民党の議員たちもですね、えー、自分が挨拶したのを見てあこんな写映ってはんねんやったらそれは僕が出たということなんでしょうねっていう、まあ、それも恥ずかしい話でね <laughs> 恥を知りなさいってもう本当にもう,もうねえ。えー 宮原純子さんのやつをもうここのもうに入れといてボタンを押したら「恥を知りなさい」恥を知りなさい「恥を知りなさい」「恥を知りなさい」っていうあ <laughs> のそういうのインスタントリプレイに入れときたいぐらいですなポン出しをしときたいぐらいですなうんまあ本人は異議を申し立てるということなんでまああの体制に影響は全然ないんですけどまああの一応フォローしておいてまた。 動きがあれば続報をお伝えすることにいたします。9時35分、えー、五ノ井さんという若い女性がほんまにあのセクハラの被害に遭ったこともあの大変だっただろうな、まあ可哀想という言い方はちょっとまた違うな、うんあの大変だろうな、そそれをこうやって。 国を相手に自衛隊という組織を相手に堂々と顔を出してやるっていうことのしんどさということが、まあ、セクハラの行為そのものに対する憤りとかあ許せないとかっていうことよりも僕はまあ、まあ、僕もその顔を出して名前を出して何かをやって。 えまあほとんどの今ねご覧いただいている皆さんは温かく生温かく見守ってくださって異論があってもその分も飲み込んだりややかく言ってくれはったりするわけですけどまあ中にはもうあの頭おかしいやつが出てきたりもまあ僕の場合はほとんどいらっしゃらないですがやっぱあるの中でもっと 大きな問題を堂々と顔を出して私はこういうことをされましたとこういうことは許せないですとそれに対する自衛隊の,あの動き上官もそうだし組織としてもそうだし許せないんですっていうことを言い出してそれを言い続けるっていうことのパワーっていうのはまあこれはまあ森友の問題でね亡くなったね職員さんの奥さん明石さんもなんかもそうだし えー、TBS のお,おっさん記者に侵された女の人もそうだしその顔を出して名前出して、まあ、明智さんの奥さんの場合は顔はまあ出,す出してないですけどあのそ,のそれを続けることのパワーっていうのは僕なんかが顔を出して声を出して名前を出してるのとはもう全然違うんですけど。ただあの世間の人らが,がね 通りすがりでお互いやり合ったり酔っ払い同士で喧嘩するのとまた違うそのマスのところに出ていってそれに対してガーンってやられることの恐怖感とか疲れとかっていうのは全然違うんだけど僕もまあその端っこを知っているんで。 その受けたことそのものの大変さももちろんまあそれがきっかけとしてはあるんだけどまあ本当にねあの守ってやらないといかんというかあのその今僕が言ってる論点においてですよでここで石投げるようなことをするやつらのそれも匿名であるやつらの卑怯さっていうところはもう毎日でも毎日でも言ったるわと思いますけれど。 でえー、柔道の技かけるぞみたいなことで上から乗っかってきて腰振ったりとかですねもうそんなんその冗談でやっているっていう、まあ、その子どものいじめがいじめなのか暴行なのかっていうところで言うと五ノ井さんだけはきっとないですよ自衛隊という女性もいるけど僅かなところで女性が自衛官として生き残っていこうと思ったらですよ更衣室も一緒やったりとかするような。そういうい、えー 男女が一緒に働いているというようなことへの配慮のない環境で,で男優位でもうめちゃくちゃめちゃくちゃし放題でもう黙って見ているだけの人に似たにた笑っている人あるいは場合によっては自分も触りに来るような人そんなんばっかりだとで中にはそうではないよということを言ってくれる人もいるけどそれが多数にはならない。 そして訴えたとしてもああやこうや言うてお前にも非があるみたいなことを言われみたいなことが多々ある多々あるんでしょうまあそれは自衛隊だけじゃないでしょうけど自衛隊だけじゃないでしょうけど、まあ、自衛隊というまあ特別なところしかもね武器弾薬もすぐそばにあるところでそれを持つことを許されている人たちじゃないですかだからこれはもう一部の人間がやったっていうんじゃなくてこの この事件についてでいうと自衛隊という防衛省という組織の体質の問題その後の動きの遅さとかということについてもそうなんですそれに対して彼女が顔出して名前出して頑張って訴えてるっていうところはもうほんまによう頑張ってはんなとずっと思っていましたで今回とうとう 防衛省は自衛隊は国を守る自衛隊は実は組織を守る、まあ、警察もそうかもしれない国民を守るための警察は警察を守るためにあるのかもしれない、まあ、どこの組織にもそういうところはあるでしょう三菱電機にもあるでしょう火の自動車にもあるでしょうはいそらそうなんですけれどもですいませんともうこれ以上は守りきれないというので頭を下げました五輪さんも 出てきはってそこで謝罪をしていましたがしかしがしかしそれで納得できへん当たり前の話ですやったやつら、まあ、今後処分されるんでしょうが五ノ井さんの思うような処分が出るのかそれは分からないです処分するとは言っていますが厳正に処分すると言っていますけれどもねうん街中で自衛隊の外で ジェタの制服を着ていなかったとしても街を歩いている女性に襲いかかって柔道の技を仕掛けてやろうと言って腰振ったら逮捕ですよ。ええ、で懲戒解雇されますよ。それがね基地の中なら許されるんですかっていう話ですよね。で 本人たちが謝ってないということとそしてまあやっぱりここまで遅くなったということ頭は下げたけれどもな何で,でもっと早くそれができへんかったんやということを五内井さんは言っていますもちろんお互いその時その時に好きだった同士が何かをしはるのはそれはどうぞみんなの見てる前じゃないところでどうぞ勝手にやってくださいな。で ある時恋愛感情を持っていた人がそうでなくなって嫌いになってお互いを何か言い合うということもそれはあるでしょうそれはもうでもそらもうその中の話で今回のことはもう当たり前の話ではそんな話では全然ないわけですからそこに夢を持って自衛隊に入って自衛官になった人をこのような形で潰してで潰した上にいられなく なした上にまださらにずっと傷つけ続けている木の一つの節目ではありますがそれは単なる一つの節目であってえ全て終わったということではないのだとそれをそんなか弱い若い女の子にやらせてていいんですかっていうことがこうさんは一番思います。 9時43分「カッパカッパカッパッカッパ寿司は」はこモさんがえー、あれは去年のお正月ですかはいおととしの暮れに、えー、55万円のマグロの解体ショーの権利、えー、これが当たるんじゃなくて買うっていう権利で、えー、まさか当たるとは思わずに申し込んだら 倍倍ぐらいの倍率の率中で当たたりました、まあ、誰かが当たった人があの危険しはったのかもしれないんですが、まあ、小野さん、商売をやっておりますので、えー、何,か何か一つの,のチャンスがあった時にそれを見逃すということはしない失敗したとしたら失敗しないように頑張るし失敗したとしたらその責任は自分で負うせっかくのチャンスがあるのにそのチャンスを逃すという,ようなことは商売人としてはありえない。 という感覚からまあ、商売人で、えー、まあ、遊びで、えー、13年半パーソナリティをやらせていただいておりましたが、まあ、パーソナリティとしては、はい、場所も使わせてもらえませんでした何、えー、も毎朝送さんからのご協賛もございませんでしたけれどまあまあそれはそれでいいんですがそれはもうあれやつらはやつらの判断ですからでまあほんまはほんまはね、えー、あれあの プイプイ終わることも知ってましたんで、プイプイの人とか、まあまあ結果的には、あと終わるということも,もその頃に決まってたわけですけれど、お世話になった人たちに、大トロのんだろう、目の前で食べてもうたら、50万円、55万円の価値はあるなと思って、小野さん、頼みましたけど、結果的に、それもかなわず、コロナがあるので、そんなことはさんとってくれと言われ、まあまあ子ども食堂に。 プレゼントしたところうーんやっぱり大トロより、えー、中トロの方が美味しいなっていう生意気な子供がおり <laughs> あー楽しかったな、うんえーまあ、そんなことを YouTube でも発信したりしておりましたはいえー、マグロのはい 考えてみたらね、こうさん、牛も一頭買いしましたしまグロも <laughs> 一本買ったわけでございますな。うん、えー、みきれしか食べませんでしたけどね、自分はね。<laughs> 高いな。<laughs> うん一、一貫20万円ぐらいの寿司食いましたな。うん、で、まあ、そのカッパクリエイト。えー、まあ、その他の寿司ローとか。 ね、えー、あと、えっ、ー、とか、くら寿司ですか。で、まあ、は寿司、まあ、いろいろあるんです。もともとは寿司にいた人が顧問になって、で、社長になっているというのが田辺さんという人でございます。いろいろと営業上の秘密を持ち出したり、あるいは、その後、お、まあ、は寿司の中にいた元同僚ですか、の女性から。 えー、売り上げ全店の売り上げなんかのデータももらってたとでまあこれあの裁判にまあなっていきますから逮捕はされる投稿だとでカッパ・クリエイトという会社も書類送検をされるということで、まあ、どこまでほんまにかっぱ寿司にとってあの必要な情報であったのかっていうのはまあ 仕入れのこともあったみたいでも、ねえー、まあまあはま寿司におってどこから仕入れててまあまあ一切れあたりです言うとなんぼっていうの、まあ僕はまあ何回か言ってますけどまたくら寿司がこんなに大きくならない時にくら寿司の田中社長のとこに取材に行かしてもらったことがあってで要は100円で売ろうと思ったら、えー、一切れが。 魚の一切れの単価が原価が11円って言ったかな確か僕の記憶に間違いがないければ11円でそれが12円になったら赤が出る10円やったらより黒になるっていうぐらいのところで商売してるんだと。 まあ2貫出てきますからねで、まあ、そこにシャリもあるし、えー、まあ人間が握るんではないにしても人件費もかかってくる電気代も土地代もかかってくるという中での商売あそんなところなんですねとで、まあ、それを、ね、いその1匹ずつ買うてたんでは当然それをコープさんで買うたところでさ商売にはならないですから大量に買い付けるというようなことで商社、まあ、をかますのかかませへんのかみたいなところの商売じゃないですか。 はまあ、浜寿司におったらはま寿司の時に仕入れたところで「ああすいません」って言ってのそれがまあどっかの商社大手商社なのかどっかに言うて「うちにも下ろしてもらえませんかこの条件で」みたいな話するのはまあまあさあしゃあないですよね会社辞められるってのはそういうことですし辞めてほしくなかったら、まあ、もっと給料出すなりなんなりすせらあかんっていうのは、まあ、辞めていく人と会社側のまあ 交渉ですよ、ねうん、でまあ、えー、そこは安いけど世話になってるからって言って頑張ってくれる人もおるし、えー、こんな人にはついていかれへんって言って辞める人もおるしまあそれはまあそれ,はそれぞれ、まあ、ほんまにそれぞれですただまあ持ち出したらいかんデータを持ち出してその後も,もらあのデータをもらってたとだまあまあ変な話まあ浜いやまあさ重要っちゃ重要かもしれませんけどね <laughs> 同じ ところに店出してるわけでも同じシナルズどなわけでもないんでえい参考にしただけですみたいなことを田辺社長は言っていていやほんまにほんまにかっぱ寿司をよくするためにそはま寿司のデータがどこまで有効だったのかっていうのはまあよく分からないですただまあやっぱりあの法律上不正競争防止法のところで言うとそんなん営業の秘密を持ち出したりしたらだめですよっていうことでのまあ立件ですけどね。 まあ一方でそのえ被害届を出さざるを得なかったもうこれ多分来年ぶ前のもう去年の夏ぐらいに確か被害届出てたんだと思うんですけどえでまああのようやく証拠が固まったから逮捕ということになるんでしょうけれど持ち出された側もうこれまあ会社の,そのデータの管理っていうところでいうと。 えゆるゆるやったということをまあまああ認めざるを得ないところなんでねまあ、被害者ですけどね被害者なんですけどやった,やったやあの田上社長の方がカッパの方が悪いんですけどカッパが悪いんですけどでもまあ浜さんの方も全勝、えー、でしたっけ、えー、あのデータの管理が甘かったっていうことは、まあ、例えば株主なんかからは言われても仕方がないのかなと。 いうことでございま,すまあ別にあのこっち大阪にはあんまり実はかっぱ寿司なくてえー、えー、マグロの解体ショーの時は大阪ドームの京セラドームの横のところで、えー、使わせていただいてやらせてもらいましたけれどもうんあ,あんまり実は大阪,大阪近辺ではかっぱ寿司ないんですよねえー、えソ、ー、ンさんがね ええ、美オちゃんが活発し寿司は、まあ、別に美オさんがっていうんじゃなくて、まあ、ABC ラジオの営業がっていうことなんでしょうけどいろいろとお、あのー、コラボ商品を出してはって、ええ、キャンペーンの期間になると美オちゃんの顔が出てたりとか、うん、ああだからだからか食べに行こうってまあまあそらね、あのー、ほんまミヤカレー食べたいっていう えもエビシ c のチっていう人らは行きはるかもしれませんがまあ世間一般がどうかちょっていうところはあるんですけどでもまあ,あの僕たまたまそのキャンペーンの時と何回かかっぱ寿司行った時のでいうと三代澤さんのまあまあ親しみを超えて僕よりちょっと先輩ですが美代ちゃんの,あのコラボ商品というのはなかなか面白いですよね。うん であのまあ、もあモテんなってありますけど美ちゃんまあれやってるでしょあの鍋売ったりもしてあるでしょフライパンとか何でしたっけ三代沢印じゃな,なんかったのかなんかそんなやつでやってはるでしょ、えー、なんかきっとコモさんが YouTube で一人でやっているのをあっちはまあ組織だってが ABC ラジオがやってはるんで、えー、羨ましいなと思う反面、うん、なかなか。 大勢の人が動いたらねえ商売になんのか、なれへんのか、コ、ま、モ、あ、さんは1人で頑張ってちょっとやってみようかなと思って、一応、あの美オちゃんの動きはチェックしてるんですけどね、<laughs> ええ、まああの,の社長が捕まったこととは全然関係ございませんが、はい、9時53分、最後は日中国交正常化から50年というお話でございます。 えー、祝賀ムードというのはまあ正直ありませんわね。であの中国大嫌いなこんちゃんみたいな人もいて、えー、尖閣の問題もあり台湾環境の問題もあり、うん、沖縄の問題もありっていう中でこう中国みたいなっていう空気もあるのはコモさんは嫌です。はい えー、その県中美中で言って外務大臣のようにもうそら中国が何しようがアメリカがどう言ってようが中国寄りのことを言って、えー、その結論をなめるっていうようなことをするつもりでは全然なくってそれはもう何、えーまあ、でしょうねその、まあ、遣唐使の時代まで遡ってどうのっていうことではないですけれど。 え長い付き合いの中でですねまあ日本に留学して日本で勉強をして中国で仕事をしてはる人もいてはるしその逆もまたあったりとかあまあ戦争もありましたけど残留孤児を育ててくれはった家族のこともあったりとかいろいろその人間と人間とのつながりっていうのがえその そんな遠い国のごくわずかの人間じゃなくてやっぱり近いところなんでやっぱりいっぱいいるんですよ。でまあ関係があったからこそ中国のことが嫌いや日本のことが嫌いやっていう人もあるのかもしれないですけれどまあほとんどの人は中国に行ったこともないでしょうし、まあ、行ったとしても上海行きました北京行きました香港行ったことありますっていうぐらいの ところの表層的な部分で、えー、誰か煽る人に煽られて中国は嫌いだ韓国は嫌いだっていう風になるのは僕は嫌いです僕は嫌ですだからそういう番組はしたくないですしそういう煽るパーソナリティのことはたとえ先輩であろうが軽蔑をしますそういうことを広めるために電波を使わないでほしいと前々から思っていましたし今も思っています うん、ここの問題はありますし中国という国あるいは今の政体が日本をやっつけてやれっていうところもあるとは思います。それはあるでしょう全くもって善なるものとして中国中華人民共和国というのを見てるつもりは全然ないんですけれど、えー、お互いがそう思ってつつき合っていて。 みんなが幸せになるかっていうと僕はそうではないと思っているのでまあ今回50年で祝賀で万歳と万歳三唱したわけでもないですし中国の国旗を振り回すわけでも「タンタタタタンタンタタタタタンタタンタンタン」って言うて演奏する気もないですけどただうんんかんかその。 もう今日の,あの吉野家で、えー、大声出してたヤクザと一緒のように僕には見えるんですね中国ガーって韓国ガーって言ってる人は、うん、自分の気に入らんことがあるからそれをあいつらはーって言ってるだけのように思うんで僕は嫌です、えー、僕はそれよりも、うんうん、直接ウォーター人たちとかとの関係を大事にしたいととと、まあ、国と国国との関係と僕と。 はい、誰それさんとの関係はまたもちろん違うんですけど僕はそちらを大事にしたいです9時57分です以上長官チェック今日もヘッドラインについて長々とお話をしてまいりましたお付き合いありがとうございます最後にちょっと皆さんあまり気になってないと思うんですが誤解されている人も多いかと思うのではい えー、ジャスラックのお話をさせていただきます。まあそのカスラックって言ったりですねマスゴミっていうような人らがまた面白おかしく言ったり、えー、ジャスラックっていうのは悪の権下のように言われたりするんですが日本音楽著作権協会ですね。で、まあ、私も1曲だけ、えー、CD を出しております。うんこれについてはあ,あれ1000円で売ってますんで。 まあ、消費税込みで千百円ですが。録音したときに千円のものについて六十円。あの、払ってます。で、売れようが売れまいが、まず払います。千枚最初プレスしました。次にもう千枚プレスして、あと、まあ、何十枚か残ってるっていうことでもうほぼ。売り切れているんで、さすがにもう次プレスは要しませんけれど。例えば千円のものを千枚。 作ったらねえ1000円かける1000ですから100万円だと6万円ジャスラックに払いますでそこのそっからいろんなところに回り回ってジャスラックも取っていきはりますでまあ僕の場合はあミリカ音楽出版というまあ毎日放送の関連のところの 音楽出版会社を経由しましまたんで、えー、それが1枚売れたところで最終的に僕には12.5%ですか,か60円の 12.5%8 分の、はい、1、えー、だから 8, 8分の60円8分の6チップ8分のあれ8分の5チップか、はい <laughs> えー、が入ってくる、はい、で川島さんのとこにも入りなどなどっていうのは、まあ、そういう仕組みがあるわけですね。 自分の曲ですけどね自分の曲やけどまあそれにして出したらまあ、まあ、そうやってで、まあ、その分、えーカ,ラオまあ、カラオケないんだけど、えー、でも、あのーえー、放送局が流してくれたらそれに対して、まあ、本当僕の場合はもうごくわずかですけれど入ってきたり、えー、あるいは、うんえー、と生演奏のところで僕が 歌いますでそれをたまたま調査の時にあたって「小、え、野、ー、さんのこの歌を歌ったお客さんがいます」って言ったらお店がジャスラックに払っているものの中で、えー、まあ1回歌われたっていうことはぜ全国的に考えたら何十回か歌われてるってまたその店で僕が歌えへんかったら誰も歌えへんのですけどまあまあそういう計算になって、はい、いくらか入ってきて。でまあ 何ヶ月間に1回計算書が届いて私の場合は「えー、と振り込み手数料の方が高くなるので振り込みません」っていうお知らせだったりするわけなんですけどもね。でそのそのジャスラックが、まああのまあ、商店街に流れてる音楽にもかけるとかなんかでその悪の権限みたいにして言われてるんですけど結局音楽でなりわい音,音楽をなりわいとしてる人。 作曲であったり作詞であったり歌歌ったり演奏したりっていう人の権利を守るために何でも勝っても勝手に使われたんではその人が食べていけませんよという話ですがそれはデザインであろうが何であろうが著作権というのはそういうものででたまたま書いた、ね、30秒でパッ,パッと書いたなんか、ね、模様か動物かなんか分からへんようなもんに高い値段がつくとかっていうそういうことじゃなくって。 えーまあ、僕がこうやって今喋ってるのも40年間ずっとニュースに対してやってきたことの積み重ねがあって経験があって今この1時間余り喋っているわけなのでこの新聞を一つ読んだだけでコモさんの話この喋りができるわけでもなく音楽家がいろんな練習をしたりとか教えを受けたりとか学びに海外へ行ったりとかいろんなこと,のことがあって出てくる楽曲 をでそれが商業的に利用されている時に個人が勝手にそれを口ずさむ分にまで、えー、お金を取るっていうようなことをジャスラックもしていませんし法律も思ってはいませんそんなことは、うんえー、お金それをそれを利用してカラオケスナックをやってはったりしている放送局がしゃべり手に金払うよりも では3曲続いてどうぞという方が安つくから東海ラジオは結局喋ゃべり連続赤字やからもうアナウンサーでももう喋らせずに曲でいこうとまあねやってはるわけで放送局はそれをなりわいにしてるわけだから所得権料払いなさいっていうことでしょ。で音楽教室これもう長いんですけどねこの話音楽教室のレッスンでまあ 有名であろうがなかろうがそんなことは関係なくね誰かが作ったやつを使って練習させるんやったら著作権料払いなさいというふうに言ってそんなもん払えませんとヤマハヤマハの音楽教室とかありますよねああいうところはそんなん嫌やって言って言ってる問題です。はい、あ長坂さんもう当事者ですからいいいろろ書てあるちょっと今 細かいとこ読めないんであ <laughs> とでまたあの見ますけど。で、えー、その「いやそれは教育なんだから払えへん」とかねえー、いや,そ,いやそ,そもそもその弾いてんのは生徒やから別に音楽教室の側はもうこれでやりましょうとは言ってるけど弾いてんのは生徒なんだから私ら払う必要ないですとかもうほんま。 あのまあまあ、まるで統一教会と自民党の関係みたいな感じでえ接点はあるけど関係はありませんじゃないですけど、まあまあ、そう負担になりますよ、これまで払ってへんかったも払うということは負担にはなりますだから厚生年金国民年金から厚生年金に変えられたら会社も半額負担せなあかんから会社の負担になるのは分かるんですけど。 でも働いてもらってんねやったらそれは会社も負担して厚生年金にしましょうと。で音楽誰かが作った誰かが努力して作ったものをその楽譜を使うなり音源を使うなりするならばそれを成り割としてるならば商売にしてるんやったら月謝6,000円かもしれへんけどその6,000円の中からそれを7,000にせえへんかとあかんねやったら7,000にしてもらってちゃんとちゃんと。 作った人たち歌ってる人たち演奏してる人たちにちゃんとお金が回るようにしてくださいジャスラックというのはそれを管理している、まあ、ジ,ャス今ジャスラックだけじゃないんですけど、ねまあ、そこがその河川というか独占みたいになってたところも問題点としてはあろうかとは思いますけれどでもそれは支払って当然だと僕は思っているんですが。 最高裁、小法廷が29日、弁論を開きました双方から意見を聞いた上で決心し判決が10月24日に出るということが指定されたと今日朝日新聞書いております1新東京地裁は講師と生徒の双方の演奏について支払う必要があると判断しました二審の知財高裁は講師の演奏だけ支払う必要があるとしました。で 最高裁ままで上がりました一審二審で結論が分かれた生徒の演奏に論数点を絞って上告を受理講師についてはもう払うということでもう決着をしているということなんですねいやお前も長官で喋っとるやんけっていう、まあ、これはねあのそれはもう要は引用かどうかっていうところなんでえー こういう記事がありますっていうのを読む全文を読まないとかあるいはそれに対して駒さんがどう思ってるかということをしゃべるというまあそういう意味での著作物になっているのでそこは皆さん誤解しないでくださいね。 他人のふんどしで相撲を取りなさいっていうのがうちのおじいちゃんの, <laughs> の遺言ですからあの「他人のふんどし」で相撲を取らしてもらってるんですけどでももしこれが法律が変わってもう長官チェックなんてダメだってなったらそれは長官チェックしたらあかんのですけれどまあこれをきっかけにコモさんのしゃべりショーをやってるっていうことなんでまた違うんですねうんでまあもちろんそこでその演奏したことについてどう教えるのかっていうのはそれぞれ先生らの モチーブンですしそれによって、えー、あの稼ぎはったらいいんでしょうけれどその題材となるところを先生がこれでやりなさいって言って先生が作った曲でやらせるんではなくて、えー、人,の人の曲をユーミンのこの曲をねっ、えーね、っていうようなことまあ創作権の切れてる楽曲ももちろんありますけれども、えー、そこは違うでしょうと。でも ななかなかこれ、長坂さんなんかがずーっと言ってはってもうほんまにあの根性あるなと思いますまもうずーっと間違ったことを言われ続けてそれをこれが正しいんですよってずーっと言い続けるって大変なんですよほんまにね。まあ駒さんもずっとやってますけどその大変さはよう分かるんで「はよ楽にしてあげてもらえませんか」と判例で「ちゃんと払いなさい」っていうことになったらええなと。 えー、思っております。朝日新聞の二十三面に出ておりました。では、今朝の一言と。今朝の一枚に参りましょう。時刻は十時八分になっています。今朝の一言。ビッグボスのユニフォームを脱ぎます。日本ハムファイターズ新庄剛志監督。 あえて1年契約ですと、ねえー、目標は優勝しないですと勝たないですと、うん、チームを作っていくんですって言ってまあまあまあ新庄さん流の好き勝手やってまいりましたこの1年結果は出ておりませんねその勝ち負けということで言うとねロッテとの本拠地最終戦のセレモニーで ビッグボスのユニフォームを脱ぎますと言いました今年は悔しくて悔しくてたまりませんでした試合に勝てなかったから悔しかったわけではありませんファンは宝物と言っておきながら勝つ気ねえじゃねえかとでも選手を成長させるために1年間ブレずにやり通しましたしかし結果はファンを悲しませたダントツ再開この責任は監督ビッグボスが悪いです 本当に本当に短いですが今シーズンをもってビッグボスのユニフォームを脱ぎますとセレモニーで宣言をいたしましたビッグボスと呼んでくださいと言って言ったのが今シーズンが始まる前でございますえじゃあやっぱり球団は続投してと言ってるけれどもう新庄はやめるのかとみんな思いました 場内がざわつく中マウンドにビッグボスの文字が刻まれたユニフォームを置いて球場のライトが消えたそうです駆けつけた満員のファン誰もが今シーズン限りでの新庄監督ビッグボスの退任を覚悟しましたしばらくしてユニフォーム姿の新庄監督が再び登場してまいりましたその背中には S-H-I-N-J-O S-H-I-N-J-O コールサインではございませんそうです新庄の文字です球団から今日来シーズンも監督として指揮を取ってほしいと言われましたでもまだ返事はしていません来年新庄剛で新しい球場 エスコンフィールドで監督として指揮を取ってもいいですかと聞きましたそう言われたらいい友もしくはいい子もというしかないでしょうはい <laughs> ビッグボスという名前で出るのはやめます新庄でやって 行きます知らんがらもうほんまに勝手にして <laughs> まあ、まあ、新しい球場楽しみですけどへえそしてその上でまだシーズン中であるにもかかわらず来シーズンの開幕投手を発表いたしました <laughs> 普通前日に発表するもんですが来年の大事な開幕戦は左のエース加藤投手に任せたいと思います 最後まで新庄さんだったんですねおとといの話でございますが昨日紹介するのを忘れておりました日本ハムビッグボスはやめまして新庄監督が来年指揮を取るということでございます。今朝の一言でした では続きましてアンテリジャンがお送りする今朝の1枚家族の写真を記念写真んねいろんな写真あると思います懐かしい写真を応募してくださいとお願いをしておりますファミリーヒストリーを制作しているアンテリジャンがお送りいたします今朝の1枚のぼるんるんさんありがとうございます昔のアルバム見つかりました両親の新婚旅行の写真です昭和44年万博の前の年ですね 9月23日に挙式しました、能登半島を6日かけて回ったそうですと、お父さん13年前に亡くなりはったそうですが、そうですか、わー、白黒の写真、昭和44年、能登半島定期観光って書いてますね、お母さんが、はい、新婚旅行でお父さんが撮ってはるんですね。えー 和島塗ってて書いてますかああ6日間かけて回ったんですがそんなんあったんですねええー、あこうえー、ハイライトの <laughs> こんなんとかあわあんか新婚さんの恥じらいとああいいですねこれ誰かに撮ってもらったんや。 昭和44年でございます懐かしい写真を見せていただきましたありがとうございましたまあ、家族の思い出そんなものをインタビューして残しませんかというのがコモさんのライフワークでございますファミリーヒストリーです NHK の番組の名前にもなっておりますが家族の物語をきっちりと残していきませんかという呼びかけをコモさんはこれからもしてまいりますぜひ ハッシュタグ長官チェックをつけてアップをしてくださいませ今日はのぶるんるんさんでございましたそして、えー、毎月お一人の方にアンテリジャンからですねフォトブック券のプレゼントがございます、えー、今月のアンテリジャン賞を選びましたのはこちらでございますはい、昨日ご紹介しました新幹線、うん ゼロ系にはいその前で試運転の時ですね、撮ったというこちらのお写真、えー、凛太郎さんでございますた太郎さん、ちょっとこちらにぜひ、あのー、アプローチしてきてくださいませ、お送り先をお,、あのー、お知らせいただきましたら、フォトブック券、あるいはもうフォトブックを作るっていうんだったら、フォトブックのキットを送らせていただきますので、ご連絡をお待ちしております。 明日から10月です。また10月も月間賞ございますので、ぜひご応募ください。お願いいたします。今日も長い時間ご視聴誠にありがとうございました。長官チェック今日が364回ですね。はい。 えー、そしていよいよ明日がちょうど丸1年ということになります。こもさんがラジオを終えまして、えー、丸1年になります、えー。365回目もどうぞご覧くださいませ。現在どのぐらい見ていただいておりますかね。はいもう最後の方なんで256人、244人、162いいねとなっておりますのでどうぞポチッと高評価は忘れずにお願いいたします。明日は11時から えー、長官チェックをお隣大阪住まい情報センターの研修室からお届けをすることにいたしますではまた明日インジャンでお別れいたしましょう今日もご視聴誠にありがとうございましたチャンネル登録も忘れずにお願いしますまた明日インジャン初期今日も誠にありがとうございました良い一日になりますように